こんにちはかこんばんはかちょっとわからないんですけど、吉垣康弘です。そしてオルケストラナジナジのメンバーです。このアンサンブルはコンダクションに従って、あと、個人個人の、自分の使ってる楽器への思い入れ、音色へのこだわりなども含めて、それをみんなで合わせてアンサンブルをするという、そういうワークショップでございます。とりあえずこのワークショップの演奏に参加してもらうために、いくつか基本の、指揮の説明をします。細かいこと、わからないことなどがあってもぶっ飛ばして演奏してくれても構いません。あと、そうですね、僕らも一緒に演奏しますので、それを聞きながら、こういうふうにすればいいんだなっていうのを確かめてから演奏してもらうと、多分、なおさら分かりやすいかと思います。では、まず説明します。まず、僕が演奏する人を指名します。で、指名の仕方は、とりあえず、ここにいるナジナジのメンバーを含めて、全体に何かやってほしいって時はもうこうやって出します。で、こうやって何か合図を出す。それでみんなは演奏を、それに従って始めてもらう。で、演奏をスタートする時に、一応何かしら僕がキューを出します。こうやったりこうやったり、何かしてくださいどうぞとかっていうキューを出します。で、それが出されるまでは演奏を、待っててください。で、キューを出す時に何か僕が、こういう指示をしたいんだっていうことがあって、でも今やられちゃ困りますっていう時は、ちょっと待ってっていう、こういうサイン出すこともあります。その場合は待っててもらって、何をやるかっていうのを確認してからスタートするということをしてください。大まかな音の出し方ですが、まずこれ、こうやって振り下ろします。これはアタック、これに合わせてドンという音を出してください。で、音は自分で選んでもらって構いません。その度、違う音出してもいいですし、俺はもうこのドンしか出したくないとか、このカッっていう音しか出したくないっていう人はそれでも構いません。でも、打楽器はいろいろな音程のものとか、いろんな音色が混ざると、そこで面白いハーモニーが生まれるので、音色とか音のその違い、そういうものを、なんか続けて出された場合、そういうものを出してもらってもいいです。それから、この時だけじゃなくて使うんですけど、こういうアタックを出す時に、こうやってせーのドンってやると分かりやすいんだけど、例えば続けてタッタッとか出すこともあります。こうやってトン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 と出すこともあります。この場合、例えばこうやって続けて、こうやってやってほしいよっていう時は、こうやってやってほしいんだよ、ちょっとまだ出さないでね、こうやってやってください、はいどうぞ、トン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 っていうふうな感じでスタートします。から例えばドンドンってやってほしい時、時々やるのは、あタッカタッカタッカドンドッとかやってほしい時ね。こういう時は、よく見てください。普通にこうドンだけで終わらないので、よく見てくださいっていうように、こうやってアテンションの合図を送ることもあります。アタックはこんな感じかな。あと、音を、スタートするときは、さっき言ったみたいに僕が合図を何かしら出します。それからスタートします。で、音を止めるときは、ストップでドンってやる、もしくはこうやって止めます。必ず音を切ってくれという合図を出します。あと、音量は、小さい音を出してほしいときは、こうやって小さい音を出しましょう。むちゃくちゃ小さいときは、これ2つ出すときもあります。から大きい音出してほしいときはこうやります。むちゃくちゃ大きい音出してほしいときはこう、次から急に小さくしてくれっていうことを求めたいときは、全員揃ってそれやりたいときはこうやって出すので、でボンってやったら、そこから急に変化してくれたらいい。ただ今の状態を上げ下げしたいときは、もういいから大きくなろうよとか、もう小さくしてほしいとかっていうのをやったときは、臨機応変に対応してほしい。演奏形態として、ロール、これも
これは、ロールって要するに、打楽器は一つの、一つのこうヒットで一つしか音が出ないので、続けて他の楽器でいうロングトーンみたいなものの代わりにロールをやります。それは、僕が手を出してロールをやりますよ、はいスタートというので、そこからドーンとロールが始まる。で、これで音量の上げ下げとかをして、ストップ。あるいは、ドールをやりながら、その中で、ドン、アタックに移ったりとか、そういうことをしてもらおうと思います。あと、そうですね。リズムをみんな、それぞれ自分で作ってほしいんです。自分のやり方でリズムを作ってください。で、リズムは、どんな形でもいいです。それはもう限定しないです。で、それは、こういうサインを出します。リズムを作ってください。リズムを作ってください。どうぞ。このスタートでリズムを始める。個人個人は何かフレーズを作ったりリズムを作ったりするんですけど、それを、続けてほしい時、その時は、こういうサインを出します。続けてください。そしたら、それを出された人は、その今やってることを続けてください。で、他の人が止まったりとか、何か違うことに変わってもその人は続けてください。それから、その人が何か今やってること、例えば「タカッツキッチッタカッタタタ」っていうことをやってるとしたら、それを繰り返してくれっていうサインが出ることもあります。だからループを、今やってることを元にしてループを作る。これがリズムの、グルーブとかループを作っていくという作業です。コピーっていうサインを出します。これはとりあえずコピーしてください。例えばコピーしてください、この人って言ったら、この人のことをコピーしてください。で、もう完全にこの人と同じこと、全く同じことやってほしいっていう時は、もうユニゾンしてくださいっていうサインでこういうのを出します。その場合はもう頑張ってその人のやってることを聞いて、同じフレーズを叩いてほしい。音程がある楽器で参加している人もいると思いますが、そういう人はもう自分で音程は作ってもらっても構いません。音程がそういうのを出せない楽器で参加する人、もしもなんかフレーズを叩いてほしいって、ユニゾンしてほしい、コピーしてほしいって出た時に、どうしたらいいのか分かんないっていうこともありますね。その場合は、大まかにその音符のリズムを合わせて、なんとなく高低の音程の高低の違いというのを自分で汲み取って、自分はあのフレーズを聞いたらこんな風に聞こえるっていうのを自分の楽器で表現してください。ちょっとここら辺までで少しみんなと一緒にやってみようかな。これがアタックですね。これがアタックとロールを使うとこういうことができる。それからじゃあグルーブとかループっていうのをちょっとやってみようかな。と、こういう感じで、移り変わりができる。コピーというのをちょっとやってみようかな。したら、
今マリちゃんの、フレーズをループしてもらいました。こういう形で、みんなで同じフレーズを叩いたりします。ある指示された人のフレーズを真似するという、そういうピンポンというやり方があります。まあ、一定のリズムが出てる中で、ある人の一人の人がフレーズを叩く、で受け手はそれを、同じフレーズを叩いて受ける、で、それをまあ何回か繰り返します。で繰り返していくうちに、僕が次は元に戻るよという合図を出します。そしたら元のフレーズに戻ってください。それは、最初に、フレーズを叩き出した人が叩く前に自分がやってたグルーヴのフレーズに戻ってくれたらいい。じゃあちょっとそれもやってみましょう。じゃあワン、ツー、スリー、フォー。今ちょっと途中で、予定してない変則的なことをやりましたが、最後のフレーズを、みんながやったやつをループしてほしいって出したじゃない。でそれをみんなでループしました。でその後こうやって出した合図が戻ってくれ、で戻るのは最初にやってたグルーヴのところ、これのピンポンの始まったところのグルーヴに戻るというやり方。今指でちょっとだけ合図出しましたけど、いわゆるアタック以外に、まあ、リズムの、まあ、これリズムクラスターって、今クラスターというのは非常に悪い言葉で使われていますが、クラスターというのは要するに塊という意味合いで、音楽用語でリズムクラスターというのは実はあります。でこれを指を使って表します。でそれを、16分音符、指4本を16分音符に見立てて、これの形を、みんなで読んで叩く。
このダウンビートと同時にその拍の中でこの指の、示している音符を叩きます。例えば16分音符前2つ1,2,3ダダ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 、まあこういうような形で、この今基本は四分音符のダウンビートと同時にこれが出るので、その中で示されているこの指の形で演奏します。あ、これは16分音符の頭とお尻、チッケチッケチッケチッタ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 ッ。でこれを示された場合は、あのこういう指でのこの音符を示された場合は、それがアクションしてるその時だけ音を出して、あとは止めてください。だから例えばそれまでグルーブをしてた、でこの合図が出てきた、そしたら、その音符を叩いた、あとはもうそれまでやってたグルーブを止めてください。一応僕が指名した人が演奏するというやり方で進めます。で、基本は、前にいるナジナジのメンバーに対してはこの人っていう感じで指さしたり、こっからこっちって指さしたりします。で、それ以外さっき言ったみたいに全体全員何かやりましょうっていう時はこういうふうに合図を しますね。で、それ以外に指名の方法を考えてきました。で、指名をする時は、これはまたちょっと別のコンダクションの手法を元にしてるんですが、ジョン・ゾーンさんの、コンダクションの中である手法で、2番、こっち向きに手を出します。2番で指名します。この合図が出た時に、例えばこのカード金属っていうのが出たら、金属の楽器あるいは金属の楽器の部分を演奏してください。で自分がそれに当てはまらないなという人は演奏しなくていいです。あるいは、例えば何かが起こってます、今やってる人はそのまま続けてくださいって合図が出るかもしれません。でそれ以外の金属の人で演奏してくださいって始まる、それから木の楽器、これも同じように木の楽器の人いきますよ。パン、革の楽器、革の楽器の人から、この皆さんというのは、これはナジナジ以外の、ワークショップの人たち、参加してくれてる人たちに出す合図です。手作りというのは、手作り楽器のことです。いわゆる既製品で売ってる楽器以外に、自分で作った楽器とかを持ってる人が、いると思うし、弱音楽器、これは、音の小さなもの、あるいは自分で、この楽器だけどすごく小さく演奏できるって思った人は演奏してください。あとは、出るか出ないか分かりませんが、眼鏡かけてる人、もしかして出るかもしれない吉田君、これが一応カードとしてあります。やる前にすいません、もう一つだけ、二つだけ決めがあります。で、それできる人は合わせてください。できない人はそのままリズムを刻むか何かしてください。で終わりだけこの決めで終わる可能性があるので、終わりだけ適当にツイズム合わせて一緒に終わってください。どんな決めか、それか、それだけやっておきます。まずこうやって1番で出したら1番の決めをやります。じゃあそれいきますね。1,2,3,4。はい、これが1番の決めです。これ何回か繰り返します。2番の決め、これが多分
エンディングで出てくると思いますんで、これは、ちょっと覚えて合わせるか適当にやって最後だけ一緒に終わるか頑張ってみてください。じゃあこれもいきますね。1、2、3、4。テンポをゆっくりして、という決めです。これだけちょっと初めての人はハードルが高いかもしれませんが、頑張ってトライしてみてください。みんなにこれから送る僕らの演奏に音を重ねて、音や映像を重ねてもらうために、同期させるために、そのタイミングを、取るために一箇所ドア玉に合図を入れます。いや、それみんなでせーの、これをやりましょう。せーの、ポン、これ合わせて入れてください。よろしくお願いします。手をパンから焼きましょう。せーの。じゃあよろしくお願いします。